強い鹿島を取り戻す。2022年シーズンオフ、我らが鹿島アントラーズにあのセンターバックが帰ってくることが発表されました。庄司健、かつて鹿島でリーグ優勝、世界2位、そしてアジア制覇を成し遂げた男。2018年のワールドカップでもレギュラーとして活躍し、日本代表のベスト16進出に大きく貢献していましたよね。そんな彼はもはや日本のサッカーファンの間では知らない人がいないほどの選手となっています。かねてから鹿島への復帰が噂されていた庄司、持ち前のスピード、フィジカル、そしてパスの精度を兼ね備えたセンターバック。彼がどのようにしてプロサッカー選手になったのか、満を持してのフランスへの移籍、怪我を経ての鹿島ではなくガンバへの移籍、紆余曲折あっての鹿島への復帰、本日の動画では彼がどんなサッカー人生を歩んできたのか振り返ってみようと思います。このチャンネルでは鹿島サポの私が鹿島に関する動画を上げています。よかったら庄司選手に関するコメントやグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編へ参りましょう。庄司は小学3年の頃、プレスカ神戸というチームでサッカーを始めます。母親がスポーツをやっていたこと、そして父親が地域で名の知られた指導者だったこともあり、自然とボールを蹴り始めたそうです。当時のポジションはなんとフォワード。鹿島サポの方やサッカー好きの間ではそこそこ有名な話ではありますが、庄司を生粋のセンターバックと思っていた方は結構驚くかもしれませんね。意外と昔は違うポジションをやっていたプロの選手って多い気がします。地元チームでエースとして君臨していた庄司、県大会で得点王を取るほどの実力を誇っていました。そんな庄司は中学年代に上がる際、名門ガンバ大阪ジュニアユースの門を叩きます。結果は見事に合格。サッカー経験者ならお分かりかもしれませんが、プロクラブのジュニアユースへの入団はだいぶハードルが高いです。そこにフォワードとして合格したのですから、当時から秀でたものがあったのと同時に、指導者から見てポテンシャルも相当高かったのでしょう。さらに当時のガンバ大阪といえばリーグ優勝をするなど国内でも最強のチーム、そのジュニアユースともなれば誰もが入れるなら入りたいですよね。しかし庄司はそこから茨の道を歩むことになるのでした。彼の前に立ち塞がったのは同期入団の宇佐美隆。育成年代から関西ではすでに有名だった宇佐美、中学1年から高校年代の練習にも参加していた彼は、当時の庄司にとって絶対に超えることのできない壁だったのです。その後も順調に成長していく宇佐美とは対照的に、庄司は中学2年の時に膝に怪我を負ってしまい、なかなか思うようにサッカーをすることができなくなってしまいました。その怪我もあり、練習を休むことが多くなった庄司、中学3年の頃にはガンバ大阪ジュニアユースを退団することに。庄司は当時の状況をインタビューで振り返り、挫折と表現しています。ジュニアユースの退団と同時にサッカーをやめてしまった庄司、高校ではサッカーをやらないと決めていたそうですが、結果としては高校でもサッカーを続け、さらにそこで才能の花が開くこととなります。高校に上がる際、父親の知り合いでもあった鳥取県米子北高校のサッカー部のコーチから練習に誘われた庄司、サッカーを続ける気はなかったものの、その練習に参加したことでまたサッカーに真剣に取り組もうという情熱が芽生えてきました。当時の米子北は全国的に見ると決して強豪校とは言い難かったのですが、庄司はその縁から越境入学を決断します。もちろんフォワードとして。高校1年の夏、庄司は国体の選抜に選ばれます。そこで行われたガイナーレ鳥取との練習試合、何の変哲もないただの練習試合だったはずでしたが、この試合がその後の庄司の人生を大きく変えることになります。前半はフォワードとして出場していた庄司、後半はベンチに下がり戦況を見つめていました。すると味方のセンターバックが怪我をしてしまい続行不可能に。当時国体選抜の監督をやっていたのは米子北のコーチ、そんなコーチが真っ先に声をかけたのはベンチで隣に座っていた庄司でした。現代わりに出ろ。さっきまでフォワードとして試合に出ていたのに急にセンターバックを命じられた庄司、しかも相手は当時 JFL のチーム、高校生からすればだいぶ格上と言っていいかもしれません。しかし庄司はここで思わぬ大活躍を見せたのです。相手のフォワードにはコートジボワールの世代別代表経験もあるハメドという選手がいました。そんな選手に対し全く引けを取らないいい守備を見せてしまった庄司、こんな活躍をしてしまった庄司はコーチからセンターバック転向を命じられるのでした。思いもよらないコンバートに本当に嫌だったそうですが、センターバックでなければ試合に出さないと言われたことや、自分の思いとは裏腹にセンターバックがハマってしまい、高校2年時にレギュラーになったこと、その姿を見て鹿島アントラーズが早い段階から注目をしてくれたこと、これらのことが重なりに重なって自分はセンターバックであるということを受け入れたそうです。さらに2010年には U19 日本代表候補にもセンターバックとして選出されます。結果として世代別の代表として大会に参加することはありませんでしたが、同世代の中でも特に際立ったセンターバックに成長していたことは間違いなさそうですね。同年高校3年生となった
っていた少女は夏のインターハイで米子北を全国ベスト8に導き、大会優秀選手に名を連ねると、冬の選手権では米子北を5年ぶりとなる全国大会へ導きます。しかし初戦で強豪静岡学園相手に敗北を喫し、こうして少女の新たなチャレンジの舞台はプロの世界へと変わっていくのでした。ジュネユースでは怪病宇佐美の影に隠れてしまっていたものの、高校でポテンシャルを見出され、全国レベルにまで上り詰めた少女。人生は自分の努力次第で何とでもなるということを身をもって我々に教えてくれていますね。鹿島が少女を獲得するまでの話で、新元スカウトが語っていた逸話があります。当時1対1が強く、さらにスピードもあった少女。しかし柴崎や宮市など高校年代のスーパースターが集っていた世代です。そんな彼らと比べると少女の名はまだ全国に響いてはいませんでした。プロクラブでは鹿島のみが少女に目をつけていたといいます。鹿島としては即戦力になりそうなセンターバックをぜひ獲得したいところでしたが、少女の父親は関西サッカー界では名の知られた方、もちろん厳しいプロの内部の情報も知っています。そのことから高卒で鹿島に行くことに対し、最初はあまり賛成していなかったそう。さらに当時の米子北の監督は大阪体育大学出身であったことから、いい選手はその大学に進学するというルートも出来上がっていたみたいです。少女の父親も大阪体育大学出身ということもあって、大学側も少女を獲得しようと試みていたことがあったとか。実際に C 元スカウトの元に大学の監督から着信があり、 C 元4年待てと実際に言われたと C 元スカウトは語っていますが、実はその時にはもうすでにオファーを出していたみたいです。そんな逸話がありつつも鹿島は無事に少女を獲得します。とはいえ当時の鹿島は3連覇や天皇杯の獲得など毎年のようにタイトルを獲得していた、いわば日本一のチーム。センターバックには経験豊富な岩政、井ノ葉がすでにレギュラーを固めており、万能な青木や中田浩二はボランチもセンターバックもできます。そこにいかに割って入るかがとても注目されました。鹿島入団時、少女の背番号は23、同期入団の柴崎は未来の10番候補として20番、土井は未来の8番候補、梅鉢は未来の7番候補、そして少女は当時岩政がつけていた3番を受け継ぐ選手になってほしいとして23番を与えられたのでした。もちろん当時の上昇軍団の壁は厚く、入団初年度は天皇杯の2試合のみの出場にとどまり、リーグ戦で出場の機会を得たのは2012年プロ2年目のことでした。しかしこの年鹿島は流通経済大学からセンターバック山村を獲得。プロ入り前からすでに日本代表経験のあった即戦力センターバックは初年度から背番号4を与えられ、岩政の相方としてレギュラーを獲得。同期の柴崎はもうすでにレギュラーを獲得している一方で、少女のレギュラーへの道のりはさらに遠いものとなってしまいました。しかし出場時間は少なくとも少女の守備能力自体は評価されており、当時のジョルジーニョ監督はナビスコカップ決勝清水戦にて攻撃的な洗い場ではなく少女を左サイドバックで起用。清水のサイドからの攻撃に対しリーグ戦では対処できず負けを喫していた鹿島、ジョルジーニョは少女を入れることで守備の意識を強く持たせることに。見事に相手サイドを封じた少女はその年リーグで低迷していた鹿島のタイトル獲得に大きく貢献したのです。鹿島でのレギュラーダッシュに一歩前進したと思われましたが、ここからさらなる壁が立ちはだかることに。背番号が15に変わった2013年3年目の6月、鹿島での練習中に右膝の半月板を損傷してしまったのです。復帰には手術を要したため、2013年シーズンは全く試合に絡めませんでした。若くしてどん底を味わった少女、しかし翌年2014年から一躍鹿島の中心に上り詰めることになるのです。2013年で岩政が退団したことでセンターバックの席が空いた鹿島、熾烈なセンターバック争いを制したのは少女と2年目の上田直道。入団直後からセンターバックとして活躍していた山村や経験豊富な青木を差し置いて一気にセンターバックのレギュラーとなったのでした。この年34試合に出場し、完璧に岩政の後釜となった少女、自身初の J リーグ優秀選手賞に選出されると、翌年2015年にはとうとう背番号3を与えられ、名実ともに鹿島不動のセンターバックとなったのでした。同年日本代表にも初選出、その後もコンスタントに呼ばれるようになります。翌年2016年、6年目となった少女はシーズン31試合に出場し、自身初ともなるリーグ天皇杯の2冠を達成。同年クラブワールドカップのレアルマドリードとの決勝戦ではスーパースタークリスティアーノ・ロナウドに対し上田と共に真正面から立ち向かい、あと一歩のところまで追い詰めました。2017年は鹿島としては最終節で川崎に逆転優勝を許し、少女としても悔しいシーズンになったものの、2016年2017年と2年連続で J リーグベストイレブンを獲得した上に、日本代表としてロシアワールドカップの最終予選に出場し、
本戦出場に大きく貢献します。数年で鹿島だけではなく日本を代表するセンターバックに成長をしたのでした。翌年2018年、この年は庄司のサッカー人生の中で重要な年となります。まず忘れてはいけないのはやはりロシアワールドカップ。庄司はレギュラーとして吉田麻也とセンターバックを組み世界へ挑みました。そして皆さんも覚えていることでしょう、ベルギーのエースルカクを相手にバチバチやり合い互角の戦いを見せてくれました。庄司本人曰くベルギー相手に2対0としたところで一番怖いスコアだと分かっていたものの、少なからず次のステージのことを考えてしまったそうです。そのちょっとした隙を突かれてしまい逆転を許してしまったと後のインタビューで語っています。さらにピッチで対峙する中でベルギーはまだまだ余力を残しているように見え、延長戦まで持ち込まれたら確実に負けるという感覚があったそう。そのようなこともあり日本の最後のコーナーキックでは吉田と共にゴール前に上がり勝ち越しを狙いに行ったそうです。結果として日本はカウンターから逆転を許してしまいましたが、あくまでそれは結果論。日本代表の選手そして庄司は我々に感動を与えてくれました。その直後の夏ワールドカップで世界にその名を知らしめた庄司にヨーロッパのチームから移籍金推定5億円のオファーが届きます。サッカー選手からしてみればワールドカップで活躍して世界のクラブから認められたということ。しかし庄司は決断をします。鹿島残留。庄司としても鹿島としても圧倒的好条件だったはずなのですが、 ACL で準々決勝に残っていたこともあり鹿島にアジアのタイトルを残したいという気持ちから残留することを決めました。実は同じくセンターバックのレギュラーだった上田がすでにフランスへ移籍してしまっていたので、鹿島としては2018シーズン中は何としても残ってほしいという考えでした。こうして最高のオファーを蹴りまた鹿島で戦ってくれることに。その結果見事にアジアを制覇。庄司は最高の受け土産を鹿島に置いて2018シーズン終了後にフランストゥールーズへ旅立ち、リーグアンを舞台に新たな挑戦をスタートさせたのでした。新天地でのスタートは上々の滑り出しを見せます。加入後すぐにチームにも馴染み、レギュラーを確保したどころかチームの中心としてトゥールーズのために戦う姿にアラン・カサノバ監督も庄司はレベルの高い選手と大絶賛。 2018-2019 シーズン終了までレギュラーとして戦い抜きました。チームの中心として翌シーズンも戦うことが期待されていましたが、プレシーズンマッチでハムストリングを負傷してしまうと、その後の復帰戦でも今度は右足首を負傷してしまいます。さらにそれに追い打ちをかけるように治療を重ねていたものの、復帰直前にまたも同じ箇所を負傷。リハビリを行っているにもかかわらずメディカルスタッフとの連携の齟齬もあり、想定よりも復帰に時間がかかってしまいました。庄司はある決断をします。J リーグ復帰。2020年2月、庄司は5年契約でガンバ大阪に移籍、日本に1年で電撃復帰をするのでした。鹿島サポーターだけでなく日本のサッカーファンのほとんどがなんで鹿島じゃないのと思ったはず。2020年、鹿島はセンターバックの補強を考えており、川崎からすでに奈良を獲得することが決まっていました。鹿島が奈良に与えたのはかつて庄司がつけていた3、そしてくしくもその争奪戦に敗れたのが庄司が中学時代を過ごしたガンバ大阪。庄司自身入団会見でタイミングとかもあってと語ったように、本当にもう少しタイミングが違っていればどのようになっていたかは分かりません。庄司から鹿島側に打診をしたものの具体的な交渉はなかったという話もあります。こちらの動画でも触れましたが、庄司はこの移籍の際に鹿島でチームメイトだった小笠原などにも相談をしに行ったそう。ガンバ移籍に対して背中を押してもらったといいます。そのガンバが獲得に支払った移籍金は交渉の末約2億4000万円となったそう。怪我で離脱していた選手を獲得する決断は容易ではないはず。庄司はこのような恩義を感じつつ、中学時代の古巣ガンバ大阪でまた新たなサッカー人生をスタートさせるのでした。そこから3年、何かあるたびに話題となっていた庄司鹿島復帰かという見出し、そんな噂に毎度毎度踊らされていたのは私だけではないはず。それが2022年のシーズンオフ、やっと実現しました。庄司5年ぶりに鹿島へ復帰。2018年ワールドカップを戦っていた時点ではカタールワールドカップでも日本代表の中心となっていると予想されていた庄司。富安や板倉など若手の台頭によりワールドカップ出場は叶いませんでしたが、まだ30歳、国内では未だトップクラスの実力です。今回の鹿島復帰劇には億を超える移籍金が動いているはず。さらに上田の復帰も決定しており、フロントがあの時の続きをしようとしていることが伺えますね。上昇軍団の中で3番をつけ数々のタイトルを獲得した岩政監督、その後3番を継いだ庄司が彼の下でどんな活躍を見せるのか、来年もまた鹿島が見逃せませんね。ということで今回は鹿島復帰が決まった庄司選手のこれまでについて振り返ってきました。皆さんは庄司の鹿島復帰に対して率直にどのような感想を持ちましたか？ぜひコメント欄から教えてもらえると嬉しいです。来年こそ鹿島が優勝することを信じて、庄司がタイトルに導いてくれることを信じて、今日の動画はここで終わりにしようと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。よかったら他の動画も見ていってくださいね。ではまた。